はいどうも皆さんこんにちは、ピオツキチャンネルウェブ主のピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回もナンパ船ドンブラ5にて必戦シャープマーカーカーボンローラーのキャンピングシェルターでやっていきましょう。それではスタート。さあ今回のこの編成ですが、まあかなりいい感じになっている編成ではないかっていうことなんですが、まあステージがナンパ船ドンブラ5、油断すると別に当たり武器だろうが外れ武器だろうが容赦なく全てをなぎ倒す通常ステージとなっておりますので、かなり警戒度は上げながら行かないとまずそうですね。ちなみに通常ステージの中で一番難しいステージだと私的には思っております。うん、まあ何があってね、納品が足りなくなるんだよね。だから通常使用、通常ウェーブがかなり難易度高い。できれば満潮だったり干潮だったりどっちかに触れてほしい、または特殊出てくれっていう、そんなレベルですね。こんな感じです。さあこっちっぽいね。そーれやべ、ミスったー。よいしょ、いた。うわー、だいぶはっ、やべ、同じとこ入れた。うまくない？ナイス、ナイスだけど私これ死ぬか。あ、大丈夫。マジか、ありがとう、助かる。でもさすがにもうちょい他の場所見た方がよくない？もったいない気もするが、こう移動しよう。これでモグラの引き寄せができるはず。やべえ、やる必要なかったんだって、そこの鉄板に当てたかったの。あと数個オッケー、足りてよ。うわー、まずい。あ、ナイス。ヘルプ、ナイス。さあシャープマーカー、通常使用、通常ウェーブ。さあ何が来る？あー、爆弾ですね。壁塗ってきて。あ、死んだ。よろしく。ほっとほっほーれ、オッケー。あーと、いや、まずい、これはまずい。君のそれはまずいんだ。適度にダメージを与えといてやった。頑張れ。いやー、ふっ、よいしょ。いやー、納品が圧倒的に足りてねえな。あそこでデスってたのが痛いな。味方2人があそこでデスってたのにいけなかった。鉄球に固執する必要なかったか。いやー、こっちが確認した状況ではさ、もう1人いたけどデスってる人が、2人
人向こう側にいたから復活できると思っちゃってたんだよね。そしたら片方がこっち側に来てもう片方がデスるっていう流れ的にはあんまり良くない流れが起こってしまった。やっぱ同じ場所で一箇所で守り続けるのもね有効ではあるけどリスクもはらみますね。この間こういう風にポーンってキンイクラがさやってる間って実はプレイヤーは生きてる判定、つまりボム投げてるのと同じ判定になるらしいね。でもこう考えるとイクラの投げるやつって生存時間はやっぱボムの方が上か。イクラをこれで水没させるように投げたらどうなるんだろう。挙動的にわかんないな。さあということでやっていきましょう。シャープマーカー完勝。カモーン。オッケー、いい塗り方できた。オッケー、塗り的にはまあそっちだろ。エレベーター的ね、近いし。ほらよ。ほっ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 。落ちてくるんかーい。おっべ、大量のダメージ今一瞬で食らったな。お、塗りに行ってんな。はい、こら。よいしょ。塗ってんね、だいぶ。あー、まあありがてえけど、まあ、第1ウェーブだからありか。よし、ほっ。せめてもう少し塗っておくだけでありがてえ。こっちか。あー、パワーとうまい。よいしょ。ほう。ほっ。オッケー。ほっ。入った。ほっ。ほっ。ほっ。まだいんのかよ。そう、入ってない。こう回られたか。
ないか。何個入った？納品見てなかったよ今。1個か、あと1個か。いや1割の確率であれを最後に射出できれば次へ続ける可能性あったんだよな。くぅ、いやでもまあスペシャル切ったのは間違いじゃなかったね。あそこで死ぬぐらいだったらって切ったけど、ただ良くない流れではあるぜ。人だけ変えますか。全員いなくなったから変える必要なかったけど、今私が弱いからこそ私に会う人を。何、私はこれをマッチングアプリみたいなもんだと思っている。趣味の合う仲間と、なんだろう、ど、名前が思いつかないな。趣味が合う仲間と一緒にバイトをしませんか。クマさん紹介はいつでも君を待っているぞ。あ、やべ、求人広告になっちゃった。裸足のゲソ、ゲソは裸足とかそういう、むしろ下層って裸足じゃね。永久に、フェイフェイフェイ。さあ特集何来るかな。ドロシャケ、あーそっちか。小ジャケの処理は任せんしゃい。持ってかれるからね。よいしょ、あっやめんか、あっくね。あ、これはありじゃね。うまい。一回だけのチャンスを確実にものにしたね今。オッケー、ナイス。何かが危ねえと思ったらそういうことか。ラスト一撃。壁塗りたかった最後に。さあ第2ウェーブ、シャップン。これはよし、まあ意外と塗れた。マジかよ。おーら、火力は必然だな。やべ、イクラが多すぎて逆に見えねえ。よし、爆破終わった。一人いると、あ、違うわ、なんか2パターンで行ってる人いる。どっちのルートでもいいんだよな、ぶっちゃけ。これあっやべ、ほうほう。とりあえず一応は足りたよっていう意思表示とともにな。無限湧き終了。
これでとりあえず強化落ちは免れたし、ありがてえ。さあキャンピングシェルター、通常仕様の特殊ですか。何が出てくる？ドロシキ、マジ？まい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 、おいしいよ。どうくる？ふっ、かぶったでしょうね、撃つと思った今。よろしく。はい、オッケー、いいよ。あっ、ほう、よいしょ、バサッと、あっ、ほっ、この一個だけは確実に入れてやる。さあ来る可能性あるぞ。あ、ですよね。ナイス、行くよ。ジョー、あ、喉死ぬ。あ、毎回毎回。さあ、あ、こっち側に、あ、寄せろ寄せろ。見事、よいしょ、食べた。あ、おいしいね。もうこれも打っとこうか。打っとく打っとく、いけ。それダメ。これまずい。よし、いや、もうむしろ寄せろ。オッケー、角度はあれだが、ミスったか。いや、こういう時こそあれを使うべきだったんだよ。こういう時こそトリトルを使うべきだったんだ。なんつー、なんつー最悪な積み方。もうせめて、すごい弾かれ方してヘビやった。本来と意図してないやり方した。いやー、そうだよな、焦りすぎた。あそこでトリトルを切るべきだったんだよ。まあそうだね、焦ったな。やっちまいましたね。おお、8救出マジか、すげえな。ということで今回はここまでといたしましょうか。まあ結局のところ最後は調子は良かったね。まあ泥シャケ2回だけど、泥シャケ2回だけど、まあ調子が良かったというか、うまくできたからよしとしましょう。第3ウェーブまで勝てたしね。運も実力のうちさ。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。